一昨年松島町で高齢の女性が殺害され、現金が奪われた事件についてです強盗殺人の罪などに問われている22歳の男の初公判が仙台地裁で開かれ、男は殺してやるという強い気持ちで暴行したわけではないと、殺意を否認しました起訴状などによりますと、松島町の無職、相沢大公被告は、おととし7月、 近所に住む小野金子さんの住宅に侵入し頭を金槌で多数回殴るなどして殺害した上現金およそ5万2千円を奪った強盗殺人などの罪に問われています仙台地裁で開かれた今日の初公判で相沢被告は現金を奪うために暴行は加えていない殺してやるという強い気持ちで暴行したわけではないなどと述べ殺意を否認しました 弁護側も被告は動転し通報を免れるため被害者に暴行を加えた強い殺意はなかったと主張しました一方検察側は冒頭陳述で被告は被害者と鉢合わせになり逮捕を免れるため殺意を持って頭部を殴打したと指摘しました裁判は来月3日に結審し判決は来月10日に言い渡されます